三方ヶ原の戦いとは何だったのか。歴史の細道、案内人の沙織です。三方ヶ原の戦い、それは甲斐の虎の異名を持つ戦国時代を代表する大名の一人、武田信玄と後に天下を統一し260年に及ぶ支配体制を構築した徳川家康の戦いです。この戦いは多くの方がご存知のように武田信玄の勝利で終わったのですが、直後に信玄は病死、武田の軍勢は自領に戻ることとなりました。かつて三方ヶ原の戦いは信長の勢力拡大を快く思っていなかった時の将軍足利義昭の要請を受けた信玄が上洛するためのものだとされており、もしももう少し信玄の寿命が長ければ歴史も変わっていたのではないかともささやかれていました。しかし近年は本当に上洛に向けたものだったのか疑問視する声もあります。そこで三方ヶ原の戦いとは何だったのかを改めて見てみるとしましょう。三方ヶ原の戦いとは、三方ヶ原の戦いは客観的な事実だけでお伝えするなら、1573年に三方ヶ原にて武田軍と徳川軍が激突し、武田軍の勝利に終わった戦です。では、なぜこのような戦が起きたのかといえば、足利義昭の要請を受けた信玄による清浄作戦の一環です。信玄といえば、宿敵上杉謙信との川中島の戦いが有名ですが、1568年の戦いを最後に、上杉ではなく弱体化が著しかった今川をターゲットにします。そして駿河に侵攻すると北条とも争い勝利、さらに北条は当主であった氏康が亡くなったことから武田との同盟を復活させると、信玄は後方の憂いがなくなり西に兵を向ける体制が整いました。清浄作戦とは、信玄が西に向けて兵を動かした一連の戦は清浄作戦との名称が付けられています。三方ヶ原の戦いの前、1572年に信玄は家康領の三河を山形正景と秋山虎重が攻め、伊平城を落とします。さらにその後虎重は東美濃にも侵攻し岩村城を落とします。しかしこの戦はいわば陽動的なもので、この作戦と同時に信玄本体が豊富から遠江を目指して進攻すると、天形城、一宮城、飯田城といった北遠江の徳川の城を一日で落としてしまったのです。家康はというと三河を攻められていたこともあり、遠江の戦力だけで信玄と相対せざるを得ませんでした。何もしなければ味方国人の動揺、ひいては離反を招きかねないことから、家康が自ら出陣するものの敗北。この戦いは一言坂の戦いと呼ばれています。さらに信玄の侵攻は止まらず、二俣城を包囲。先に三河を攻めていた山形正景も合流すると、城主であった中根正輝は城兵の除名を条件に開城。ちなみにこの時信長も援軍を出していたのですが、落城には間に合いませんでした。三方ヶ原の戦い前に連敗していた家康、つまり家康は三方ヶ原の戦いの前の段階ですでに一言坂の戦い、二俣城の戦いと信玄に連敗していたことになります。決して三方ヶ原でのみ戦ったのではなく、連敗して迎えていた戦いでした。そして迎えた三方ヶ原の戦いでも大惨敗、家康を挑発し浜松城から外に誘い出したところで敗北。風城の計を駆使することで浜松城への侵攻の回避には成功したものの、多くの将兵を失うことになりました。三方ヶ原の戦いの後の信玄の動向、
三方ヶ原の戦いで勝利した信玄は浜名湖に在陣して年を越えます。そして年が明けると三河に進軍。徳川にとって東三河防衛の大切な拠点である野田城を包囲します。ここでは力攻めではなく、城の地下に通じる井戸を破壊しての水攻めを行い、およそ1ヶ月ほどで落城させます。これまでの進行と比較すると時間をかけた攻城となりましたが、その理由は信長と戦うまでに無駄な消耗を避けたかったのではないかとする説や、すでにこの時点で信玄の持病が悪化していたのではとする説、さらには包囲中に美しい笛に誘われて本陣を離れた際に狙撃されて負傷したからといった説があります。いずれにせよ2月野田城を落としました。武田家の転身。野田城の降伏は2月10日とされていますが、信玄が撤退を決意したのは4月に入ってからとされています。なかなか持病が良くならなかったことから甲府に撤退を始めたものの、4月12日甲府に戻ることはかなわず、信濃駒場にて亡くなり、ここに武田信玄による清浄作戦は終了することになります。清浄作戦、その目的は？清浄作戦はかつては将軍に請われての上洛作戦だとされていました。実際将軍である足利義昭から信長討伐の書状が出ていますし、信玄側の信長を討つチャンスだとの書状も残されています。しかし上洛が目的だとすれば、兵端などに不安があるといった指摘もあります。清浄作戦の出発点は甲府です。上洛が目的であれば現在の山梨県から京都まで進軍することになります。戦とは軍事的衝突だけではなく兵端なども重要です。清浄作戦では当時の武田家の動員可能兵力のほとんどを連れていたとされていることから、兵端もまたそれなりに大変だったことでしょう。一方で上洛作戦ではなく、かつてから続いていた徳川家康との争いであって、その争いに将軍からの上洛要請を受けたと喧伝したのではないかとの説もあります。実は家康と信玄は信玄の今川侵攻時で少々衝突もありました。この時が軍事的衝突ではなく、駿河侵攻における遠江の領有権での対立です。それが1569年、つまりは清浄作戦の前のことで、さらには1571年、遠江・三河侵攻を行っています。実はこの時も信玄が吐血したことで甲府に撤退しているなど、信玄と家康の間ではそれなりの衝突が起きていました。そのため、上洛要請を大義名分に、家康領を攻めるのみが目的だったのではないかとの説もあります。様々な説がある三方ヶ原の戦い。三方ヶ原の戦いは上洛なのか、あるいは三河平定なのかといった単純な構図ではなく、様々な説が入り組んだ戦いなのではとの説があります。例えばですが、あくまでも三河遠江の制圧が目的ではあるものの、その流れの中で勢力を拡大して上洛を果たそうとしていたのではないかとの説。また当時の信長はいわゆる信長包囲網に苦慮しており、家康に援軍を送る余力はありませんでした。実際三方ヶ原の戦いでの援軍の数は家康を落胆させたとの説もあるほどですが、そのような状況は信玄としてもよく理解していたことから、家康に戦いを仕掛けることで援軍を出せない信長という状況を作り出し、信長の求心力を低下させる目的があったのではないかとの説もあります。実際同盟相手に援軍を出せないとなれば、家康とすれば信長に不信感を抱くのは当然ですが、さらには今後信長と同盟を結ぼうとする人間も少なくなることでしょう。武田家ではありません。
自国の家臣からも同盟相手を見殺しにするような君主と思われてしまえば、信長が築き上げた権勢を維持することは難しいでしょう。またこれらに関してはどれか一つではなく、これらをうまく絡めたのではとの説もあります。実際様々な説がありますが、いずれは上洛も視野に入れていたとの声は根強いです。特に信玄は戦はその戦場でのやり働きではなく、戦の前の段階で決まるとの考えを持っています。西条作戦の際にも将軍から調停されて講和を結んだ上杉対策として、本願寺に決起を促し上杉の足止めを行いましたし、浅井、朝倉にも軍事行動を起こさせることで、信玄自身が家康のみと全力で戦える環境を構築していました。これらを踏まえると、西条作戦は単純に何か一つだけを狙った戦いなのではなく、信玄らしさとも言うべき様々な狙いを複合的に絡めた大きなプロジェクトだったは大げさでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。